はい、皆さんこんにちは、ゆるかです。今回は僕がですね、買って大満足している全自動コーヒーメーカーの白花から出ているカフェ箱についてご紹介させていただきます。商品の説明や使い方をレビューしていくのと、実際にゼロからコーヒーを作るところも動画にしたいなと思っています。また動画の後半では買って良かった点もあったんですけど、悪かった点もありましたんで、こちらもご紹介していきますので、ぜひ動画を最後までチェックお願いいたします。また僕のチャンネルではコストパフォーマンスがいいものだったりだとか、テレワークで使えそうな便利なアイテムもどんどん紹介していきますので、よかったらチャンネル登録しておいていただけると嬉しいです。では商品の説明していきましょう。はい、で、今回ですね、僕はこの白花のですね、カフェ箱を購入した理由から簡単にご説明していくんですけども、僕はですね、コーヒーが大好きで、毎朝基本的にはコーヒーを飲んでるんですけども、やっぱりですね、テレワークが増えると仕事中にもですね、コーヒー飲むので、コーヒーメーカー使う機会がかなり多くなってまして、今まで使ったコーヒーメーカーが、安かったのと、あとかなり年季が入ってたので、なんかいいコーヒーメーカーが欲しいなと思ってですね、いろいろ調べてたんですけど、2万円の実勢価格切るぐらいの、コストパフォーマンスがいいアイテムだっていうのが分かりましたんで、今回この白花を購入することにしました。はい、ということで購入した白花のカフェ箱なんですけども、こちらになります。 SCA371 というモデルになります。で、この371なんですけど、白花のカフェ箱ってですね、3つのスペックがあるんですが、一番高いスペックになります。で、価格はですね、メーカー推奨が税抜き2万7000円という形なんですが、家電量販店行くとですね、だいたい2万円切るぐらいになってまして、で、僕はさらにお得に買いたいので、ペイペイモールで購入いたしまして、だいたいですね、実質1万5000円ぐらいで購入いたしました。はい、で、この3つあるうちのモデルの違いなんですけども、大きさや作れるですね、コーヒーの量はほぼ変わらないんですけども、大きく違いが2つありまして、まずこのサーバーですね、ステンレス製かガラス製になるんですけども、一応ですね、僕は保温性が高いとされるステンレス製を購入いたしました。あともう一つ違いが、給水タンクが取れるか取れないかなんですが、僕はですね、しっかり取ってですね、中まで洗いたいなと思いましたんで、給水タンクが取れるモデルにいたしました。ただですね、1個買って思ったのが、このステンレス製のサーバーなんですが、正直ですね、あんまり大きくないので、1回で飲み切ってしまうので、あんまり保温する機会がないので、正直ガラス製のものでも良かったんじゃないかなと思いましたんで、僕としてはですね、真ん中のスペックのモデルが一番使い勝手がいいんじゃないかなと思っています。で、ちなみに全モデル共通なんですが、豆以外に粉を買ってきて使うこともできますんで、非常に使い勝手がいいですね、コーヒーメーカーじゃないかなと思っています。はい、なので3つのモデル整理しますと、保温性を求める方に関しては一番上のモデルで、求めない方は真ん中のモデルで、安さを求めたいという方は一番下のモデルを買えばいいんじゃないかなと思いますので、皆さん自分に合ったモデルを選択してみてください。はい、ということで次はこちらを使ってゼロからコーヒーを入れていきたいなと思います。今回豆はこちらのカルディのマイルドカルディを使いたいと思います。で、4杯分入れたいと思いますので、 27g 計測します。このぐらい使います。はい、で、次に先ほど測った豆を本体に入れていきます。で、蓋も外すの簡単で、こちらを握って上に持ち上げるだけでこのように外れます。で、豆をこの中に入れます。はい、はい、これで準備万端です。で、また蓋を閉めます。はい、で、次に給水タンクに水を入れていきます。で、これもですね、非常に簡単で、こちらが給水タンクなんですけど、まず蓋を外します。はい、で、これをちょっと持ち上げるとパカッと外れますので、こちらにメモリがついてますので、今回4杯分入れますんで、マックス4というところまで水を入れます。はい、ちょっと水入れていきます。はい、で、水を汲んできましたんで、給水タンクを装着します。はい、で、蓋を閉めます。はい、で、豆と水を入れましたんで、モードを選択してスタートしたいなと思います。
で、今ですね、ここにコーヒー豆のマーク出てるんですけども、ここでコーヒー豆のマークか、この粉モードっていうので、モードを選ぶことができます。で、今回豆でやるので、豆モードです。この下にですね、コーヒーカップのマークがついてるんですが、これはコーヒーを何杯入れるかってことなんで、今回4杯入れるんで、ダイヤルを4に合わせます。はい、これで準備万端なので、早速スタートしたいと思います。スタートします。はい、だいたい30秒ぐらいで音が静かになりました。はい、でだいたい5、6分で出来上がりました。で、今ここにですね30って書いてあるんですが、抽出後30分間は自動的に保温になるそうなんで、ここに30と書いてあります。はい、じゃあちょっと早速入れたコーヒーを飲んでいきたいなと思います。はい、ということでコーヒーが出来上がりましたんで飲んでいきたいと思うんですが、まずですね、香りが本当にいいので、本当部屋中がコーヒーのいい香りに包まれるという印象です。はい、実際飲んでみます。で、本当にコーヒーのコクがあって、今ブラックで飲んでるんですけど、苦味もなくてですね、すっきりした味わいになりますんで、本当に美味しいです。ペーパーフィルターと違って、コーヒーのですね、油分までしっかり抽出できるので、本当にコクがあるようにできるそうです。うん、本当にコンビニのコーヒーとかより全然美味しいです。普通にカフェで飲んでるコーヒーを家で飲める感覚になります。ということで、まあ、買って良かった点簡単にご説明していくと、大きく3点あります。で、まず1つ目が、本当に、自宅でですね、美味しいコーヒーが飲めるというのが非常にいいなと思っております。今まではコーヒーの粉を買ってですね、自宅で飲んでいたんですが、やっぱり豆から引くとですね、コーヒーっていうのは非常に美味しいんだなっていうのを改めて感じました。あとはシロカのこのコーヒーメーカーなんですが、デザインもミニマルで本当にコンパクトなので、場所も取らないっていうのも本当にいいなと思っています。で、あとはですね、値段との兼ね合いだと思ってるんですけど、僕は今回これ1万5000円か、まあ、2万円ぐらいの値段で買ったと思ってるんですけど、本当にコストパフォーマンスがいいなっていうのを感じてまして、ぜひ本当に皆さんにお勧めしたい商品じゃないかなというふうに思っています。はい、で、買って微妙だった点がですね、2点あります。1点目は僕はそこまで気にならなかったんですけど、コーヒー飲み終わってですね、コーヒーカップの底を見るとちょっとですね、粉が残ります。なので、飲んでる時にですね、ちょっと粉みたいなのが口の中に入ることがありますんで、この点が気になる方はですね、ちょっと気になるかなっていうのを感じました。で、次2点目なんですけど、今回コーヒーフィルターとか紙を使わずにですね、コーヒーを入れられるっていう点は非常にいいんですけども、で、このミルを洗う時なんですけど、フィルターがないが上にミルを直接こう洗うんですけど、その際に排水口にですね、コーヒー豆が残ってしまうので、その点がめんどくさいかなと思いました。ただ、まあ、これはですね、どのコーヒーメーカー使っても一緒じゃないかなと個人的には思ってるので、まあいいかな、まあ仕方ないかなというふうには思ってます。はい、ただ、まあ本当に、マイナス面を取ってもプラス面の方が多いですね。本当にいいコーヒーメーカーじゃないかなと思ってますので、買って大変満足してますので、ぜひ皆さんにも使ってほしいなというふうに思っています。間違いなくおすすめしたい商品かなというふうに思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。今後に関してもテレワークで使えるようなアイテムをどんどん紹介していきますので、よかったらチャンネル登録しておいていただけると大変嬉しいです。はい、ということで次回の動画でまた会いましょう。バイバーイ。